この集会に参加をさせていただきました衆議院議員の菅直人でございます。もう保坂さんについて私からあれこれ言うことは何もありませんけれども、やっぱりですね、どういう表現したいんでしょうか。しぶといというか、なんというかですね、確か中学生時代から活動していて、いろんな苦難を乗り越えたり、半分潰されたりしながらも、絶対に完全には潰されないで、現在こういう形で活動されている。多少私の先輩ではありますけれども、しかし本当に私たちにとってですね、日本にすべき政治家だ。また選挙も近づいているようですが、どうか保坂市長のその何て言いましょうか、新しいものを作っていく力を、とりあえずはと言ったらこうもらえますが、世田谷区政で花開かせて、さらに頑張ってもらいたい、それをことを申し上げて、私からのお祝いの挨拶にさせていただきます。少し長くなりました。ありがとうございました。どうも皆さんこんばんは。社民党参議院議員福島みさです。保坂信人さん、本当におめでとうございます。私と保坂さんは実は同じ年で、弁護士で、そしてジャーナリストである保坂さんと、もうとてもとても長く長い間友人として一緒にやっています。世田谷はやっぱり日本の希望だと思います。90万都市で社会民主主義的な政策を住民参加のもとにやっている、保坂さんがやっているボトムアップの住民参加型のさまざまな施策、本当に学んでまた広げて、日本の希望をまた、それもまた国会に逆流していけるように頑張っていきたいと思っております。今日は沖縄から帰ってきました。3日間沖縄に行ってかりゆしを着てるんですが、沖縄統一地裁選挙が9月9日です。9月30日県知事選挙、全国至るところで、頑張りたいと思いますが、保坂さん